こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、トミカビスケットのペーパークラフトを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、ローソンでこの商品を見つかりました。ほほ、いいですね。はい、トミカビスケットで、ビスケットの中にね、絵がかな描かれてますですね。このラインナップは12種類ですね、この絵が。で、今回はその、まあ、箱に、そのペーパークラフトになります。おいいですね。はい、ラインナップはですね、あ、こっちにあります。どこだ、ラインナップ書いてあります。あ、こうですね、後ろに全部6種類です。993と85とタクシースポーツカー、パトカーとトラック。今回は85車とトラックを買いました。値段は1個138円ですね、税込みで。もう4月1日から税込みになりましたので、表示は。はーい。ということで、取説をここに書いてあります。作り方。さあ、で、このパーツは4つあるんですね。A から D までですね。ここに書いてあるんですね。A とか。で、B、C と D。あと組み立てるだけです。切って組み立てるだけですね。これは全部切れる、もう切ってあるから。ここトラックだと C ですね、3つ。はーい、これ A と B と C です。さあ、早速開けましょうか。はーい、これですね。おお、面白い。はい、じゃあ開けまーす。あ、こうなってます。中身のビスケットこうなります。おお、いいですね。説明が書いてあります。そのラインナップのビスケットに書かれてる。おお、いいですね。ああ、後ろコミカルです。じゃあ開けましょうか、早速。はい、じゃじゃーん、ビスケットいくつか紹介します。はい、はい、おお、スポーツカーですね。これは、あ、2階のバスですね。あとは、あ、はしご車です。いいですね。あ、これはしご車と一緒ですね。おお、結構面白いですね。中もビスケット。はい、じゃあ1個いただきましょう。はしご車いただきます。うん、美味しかったです。はい、じゃあでは今からこれを分解しますね。分解の仕方はここに押すだけで、ペタペタペタ。おお、いいですね、簡単に。おお、はい、パーツを今取り出します。はい、はい、全部パーツを取り出した。はい、はしご車は4つですね。はい。で、トラックは3つです。はい、今から組み立てますね。はい、少々お待ちください。はい、できました。はい、はしご車とトラックのペーパークラフトです。おー、結構楽しかったです。作った時も。おー、出来もいいし、結構おすすめです。はい、この商品を。かわいいですね。いや、後ろも裏も結構、はい、こうなります。反対側も、おー、よくできてますよ。うん、でトラックも結構前もいいし、裏も結構あります。はい、簡単に作れます。まあ1個は5分から10分ぐらいで完成できます。 おすすめです。いいですね。はい、そう、ぜひチャレンジした人はあのローソンで買いに行ってください。結構楽しかったです。はい、よくできてます。ということで以上です。アリシンチャレンジさん、今回はトミカビスケットのペーパークラフトを紹介しました。はい、今回アリシン買ったのははしご車とトラックです。結構力がいいですよ。はい、ということで結構楽しかったです。
はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。